注目選手はトップ下のタケル。トライアウト合宿で飛び抜けた実力を発揮し、ランキング1位の座をつかみました。これをヘディングで跳ね返していきます駒澤高校。駒澤は戻った形です。これはそれでもなおかつここまで届けてきました。さすがジャイアント和樹。タケルキープ、今日のキープレイヤー。ここに2人がかりでプレッシャーをかけます。ここに戻ってプレッシャーをかけました矢島。さあジャイアントパント、高速のパント、一気に前の高を狙った。セカンドボール、タケル反応した。ですからウンパ梅ちゃんの2センターになります。真ん中はタケル。タカがスーッと動きをつけます。スルーパスが出た。ゴール前動きをつけます。手前を狙ってきました。ここに辻本亮が下がってきました。真ん中でタケルがもらった。フリック、タケルは自分でフリックしたボールに反応。タカ落とし、タケル運ぶ。前に抜けに行ったんですが笛が鳴りました。試合が止まった形です。さあタケルです。浮き球のパスです。さあこれはギリギリでタケルがスライディング。辻本亮下がってワンタッチ。タケルちょっとキープして辻本亮に預けます。タケルが下がっていわゆるセンターサークルで1回受けます。外に辻本亮、競ったタケル、もう1回タケル、もう1個タケル。そして駒澤がプレス、剥がせばチャンスのウィナーズ。タケルが粘る、粘ってキープ。ちょっと迷うと駒澤の夏川ひなた。タケル浮き球のラストパス、ワンタッチでウンパルンパ。チャンスがない、ほろ苦い前半でありました。後半はどんな戦い、どんな攻撃を見せてくれるか。そのウィナーズはボックス近辺にボールを入れます。ポストに入ったのは11番の岸本です。さあタケルが浮き球、前向いてタカスルーパス。最も出来が良かったというこのタケルであります。手前に落としてきた。さあ手を挙げたタケルはまた手前側に入れてきた。チャンス、右足合わせましたが挙げたタケルのフリーキック、ちょっとこれはミスキック。駒澤ボールで長い球、これをタケルが拾ってやり直し。跳ね返したボールどうだ。タケルの頭、次を狙ったんですがウィナーズボール。さあタケルです。ボール持った時の間合いがやはり他の選手とちょっと違います。おー、走り込みを見ていた。タカ走る、タカ走る、タケルからタカだ。これはチャンスでした、ウィナーズ。ナイス、タカのいい飛び出し。そこを見てたのはトライアウト最高スコアラー、タケルの浮き球のラストパス。これは見応えがありました、ウィナーズの決定機です。新加入タケルのパスセンス、そしてこのタカの飛び出し、新たなホットラインの予感がします。タケル蹴ります。ちょっとこのキックは手前で失速。タケルの頭、体入れた内田。タケルがトリッキーな技を見せます。あ、そしてタケル、夏川ひなた。タケル立て、これはファウルありません。内田踏み込んで打ちに行ったんですがトラップが流れました。タケルで時間を作ります。左足、タケルはラフに蹴ったんですが下がってタカ収めた。収めて梅ちゃんも行く。タケルも行った。タケルも寄ってきました。さあこれで40分を1分過ぎました。セカンドボール、なんとかボールを自分たちのものにしたいウィナーズ。シゲ頭残した。梅ちゃん、タケルどうする。スルーパスを狙ったが、ここで試合終了の笛です。やりたいことはあるんですけど、まだそこの個人個人 の、 そのポジション近い人同士の会話とかすり合わせできてないところあるんで、合わせていけたらもうちょいあのゴールのシーンとかシュートシーン増えるのかなと思います。